お兄さんんすすすいいまませんは今、い、今何聞いてますかかあ、今ですかえっと今、えっと、ゴールデンラッシュポッドキャストのエピソード6聞いてるんですけどなんか今アマゾンミュージ l i m i t e d だったら30日間無料で9000万曲以上も聴けるしなんかポッドキャストも聴けるみたいでなんか下のリンクから30日間無料で使えるみたいなんでいい感じです。 いろんなバズワードそれこそ新平太さんの試合とかも飲むな飲むな水みたいな全然栄養のやつですあれテンパってたんすかあれはもう頭が真っ白っすねそうなんだ完全に新平んがバー来るじゃないですかバリフはいやんこのおっさんとか思ってでもバースなんか言わなあかんしな発症とするいこんなあれが出てきたっすね実演とかできるんすか今水飲もうとして本気でやるっすよえっマジっすかえちょっと体感していいっすか はいどいしてですか。い<あ>ちょっと全然、ね、はいはいはいということで今回はゴールデンはい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 はバトルでさまざまな伝説的試合を残してきた個性派バトルラッパー。 ミステリアくんですお願いしまーすお願いします,お願いしますありがとうございますお願いしますいやちょっと嬉しいですねありがとうございます読んい,いやこちらこそめっちゃギリギリだったのにありがとうございますもう全然二十四時間 <laughs> 鍵の救急車ぐらいいつでも駆けつけるんで俺さすがですやばいですね <laughs>、はい、鍵の救急車やばい <laughs> いやもう関西のあのこのもういい感じのもう バンバンぶじかんでいく感じでもう会った時からめっちゃいい雰囲気でありがとうございますすごいなんかちょっと人見知りな部分もちょっとえそうなんですかそうなんですよそういうなんか全然イメージなかったですけどねい<や>話してもそんなふうに思わなかった甘いですかはい。じゃあそんなことないかもしれないですいやでも上手なんでしょ人との付き合い方上手なんですよ多分でいやどうなんですかねでもなんかなんかあん結構基本相手でも仲良くしたいなっていう、はい 本当ですすか感じのバイブスっす、ね、いやジジなんかマジであのミステリオ君やっぱりバトルとか今やっぱり日本ではすごいそうすね盛り上がってる盛り上がってるじゃないですかその中でやっぱそのミステリオ君が結構そのいろんな名シーンを生み出してきてるなっていうふうに思ってありがとうございますそうそうそう <laughs> だからいろんななんていうんですかねもうパンチラインとかもすごいし、はい、なんかそのそれこそ 映像見てたけど正社員さんをに <laughs> 持っていけるみたいな <laughs> えこういう色とかはマジでリハーサルなしでやってるんですか思いつきっすね思いつきであいこやってるんす思いつきですごいななんかおもろいことしたいなはい,はい、はい、なんかしたいなこう正社員よりこいつ読んだらおもろいなみたいなえでも正社員さん結構年上ですよね多分俺より15個以上上ぐらいっすねいや <laughs> <laughs> それはもう人は選びますけど正社員さんは呼び込みますけどカン、はい、さんは呼び込まないです。<laughs> さすがにやっぱいさすがにそこはさすがにそこはえっスイジャイさんとは結構関係者とかもある感じですか怒られないですかああいうことしてもああいうことじゃ怒られないですあ怒られないんだむしろもっとやってよみたいなええマジででも俺以外の人がやると多分怒られるんじゃないですかああミステリオ君だからいいみたいなところあるんだそうですねミステリオバイアスがかかってるっすねそういうことかいやすごいですよなんかあの上のシャツ脱がしたりとかすごい もう次げもパンツ脱がしたろうかな、ね。パンツ脱がすのはやばいっすよ、ね、はい、もうね、はい、放送でき構。はい。意外ともう。う <laughs> <laughs> すごいっすわ。<laughs> いや、まじで。え、なんかそ、そいろんな、なんか、はい、バズワードと、それこそ、新ペータさんの試合とかも。飲むな、飲むなよ、水みたいな。全然。栄養法のやつですね。<laughs> あれ、あれ。 イー <laughs> <laughs> とかもあれテンパってたんですかあれはもう頭が真っ白っすね。ああそうなんだ。もう完全にうわもう心配すがばあくるじゃないですか。やばいバリうマい,いやんこのおっさんとか思って。わあ <laughs> みたいな。でもバースなんか言わなあかんしな <laughs> 発症とついてて。ほんなあれが出てきたっすね。<laughs> <laughs> 恥ずかしいっす。 <laughs> いやーでもすごいなでもあれはねすげえ TikTok とかでもでもあの試合はもう古いっすもんね3年前かそうですね2019年とかなんでん、はいえー、結構古いっすねあれは、はい、それ TikTok でもなんか何がこう、まあ、バズるかわかんないっすねもっとわかんないっすねあの時は全然だったんですか3年前はそれがめっちゃバズったとこでもなんかった <laughs> むしろ <laughs> むしろその逆みたいなえどういうことですか ミステリオ滑ってるなみたいな面白いところゼロやったなみたいなそういう感じだったんだそれがなんか時を経てはいかバリバズってるやんみたいなそういう感じ後バズる後バズっすね完全にそうなんだしかも3年前っすもんねそうなんそうでもあれなんか新ターさんの YouTube 見たんすよ俺。ああマジっすかんかちょっと解説みたいなやつ実演したじゃないですか実演した実演とかできるんですか 今俺今水飲もうとしてる。で全然できるですか。本気でやるっすよ。えマジっすか。えちょっと体感していいっすか。マイク距離どうしたゃいっすか。はい。ちょっと全然はいはい。お水飲むな水飲むな水飲むな飲んで飲んだあかんみたいなかしこ全然ええよ。ありがとうございます。やばい。これあのこれ実演結構ねあのやってくださいみたいなそのヘッズのコーナーもあるんですけど実演して受けた試し一回もないっすよこれ。 <laughs> やりますけど本気で <laughs> ヘッズのコーラも、なんかっう <laughs> そんなはんねてや,やらせんだお前 <laughs> 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 いやでもいやすごいでもだってえでもそんなことないじゃないですか普通にフリースタイルバトルのこのバースがなんかバズって実演してくださいとかなくないっすか多分歴史上みたいなどう,うなんですかね分かんねい、お礼があれなのかなあんまなくないっすか今までそういうのあったっすか <laughs> 言われることはあったっすけどやってくださいは確かになかったかもしれないですね。そうすよね今もなんかおはこーみたいな。おはこーみたいなちょっと恥ずかしさもあるんですけどちょっと恥ずかしさもあるんですけどはいそっかでもそれもすごいなと思ってすごいなんか俺バトルのこととかもっと知りたいんですけどなんかでもまあまずちょっと異色であるじゃないですかやっぱミスちリーと そうっすねなんかギャグラップなのかとか、はい、リアルなのかいろんなこととかあると思うんですけど、はい、なんかそういう立ち位置に関してとかどういうふうに思ってるんですかいや,いや多分そのいろんなラッパーの MV とかライブ見たら、はい、かっこいいなってなるじゃないですかはい、はい、自分もそうなりたいってなるじゃないですかはい、はい、僕も多分その一人やったんですけど、はい、やっぱこう なんんていうですかね性格ってあるじゃないですか、そのはい、あるですね、あるですね、それが多分むい、そのかっこいいっていうよりかは、その面白いみたいな立ち位置で学生時代がこう進んできたんで、はいはい、やっぱそれを隠して、結構、なんていうんですかね、かっこよさ重視でいくのはちょっと無理やったっすね、あ<ー>なんかワンピースで例えたらその、はい、ウソップおるじゃないですか、完全に自分のこと、ウソップやなと思うんですけど、<laughs> はいはい、ウソップが、なんていうんですかね。 ローンみたいなことできないじゃないですか。確かにできないですね。だから違うですもんね。たまたまその自分がやったスタイルが,イが席空いてたっていうだけで、なんかそこはそこで美味しいかなと思うんですね。そうですね。意外にもなんかそんななんかまあヒップホップじゃねえみたいな言われることも多々 あったったすけど、はい、意外とそんな辛い思いなんかはしてないっすねなっです意外となんか受け入れてくれる人が、えーはい、まあ影では言われてるのかわかんないですけど<ー>表ではなんか全然そんなみんなピースな感じですねえ、でもやっぱそのミセイ君の人間とかもあるじゃないですか<ー>実際に会ってみての人間の感じとかもやって全然多分あ<ー>それもあって例えばそれがな分かんないですけどね なんかそれで、なんかあれだったらだけど会ったらすごいいい人だしそういうのもあると思うしいやでとがってた時期もありますよ。あ、すかもう、今ほんまにまあいろんなこのメディアで話してる内容ではあるんですけど謝りたい人がおって芸人さんの暴れる君やっぱりちょっと謝りたくてえ、そうななんんで NHK で MC バトルがあったんですよ。はい えー、2018年9年ぐらいですかね、うん、そこで僕負けちゃうんですよ1回戦目、はい、1> でそれはそのゲストの審査員の方の判定で勝敗が決まるんですけどアパレル君が僕にあげなかったんですよ相手の人にあげたんですよ。はい、でもう負けたことを いや,いや買ってたやろみたいな尖ってもうててみたいな <laughs> で俺結構その結構楽屋とかでオラついてていああそうだったもう一生バリ尖ってるみたいなって思ってて <laughs> でこう最後集合写真みたいなところで全員がゲストも出演者も全員ステージ上がって写真撮るみたいなとこでもそこでもはいはいみたいなってもってて俺 <laughs> そうなんだ, <laughs> だそこでなんかあばれる君さんはめっちゃいい人やと思うんですけど なんか、終わってから、みそよくん、いろいろありがとうございましたみたいな気遣ってこう、挨拶してくれたんですけどバリフでこいみたいな俺これはちょっと、自分もちょっとダメやなと思ってこの場を借りて暴れるくんさん、すいませんでしたほんまにすいませんいや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 、でも、そっかまあそういうのもあるっすよね、バトルだったらそっかそっか、でもちゃんとこういう、なんかちょっとわかんないですけど、こういうふうにちゃんとなんかこう ごめんなさいって言えるのも重要っすよね。言えない人も絶対いるじゃないですか。あれはまた怖いっいすね。悪いったらまあそうっすよね。何事もそうっすよね。確かになでもさ、バトルとかで、はい、なんか結構、リミットみたいな、ないじゃないですか、多分あるんですか例えば、なんか言っちゃいけないこと。これは言ってもいい。これ言っちゃいけないこととかあって、<ー>暗黙の了解とかあったりするんですか 結構別にないとは思うんですけどやっぱ責任感ってあるじゃないですか言葉に例えばそのなんていうんですかねまあ仲良い,い関係性でその人があの悪いことをしてるのことをまあ言ったらそれはそれで別にいいのかもしれないですけど終わってからお前何だあんなこと言うみたいな確かにねなるじゃないですかとか僕一回昔あの福岡で MC バトルやった時に <laughs> なんか福岡のその女の子と遊んでることをバトルで言われてふわーみたいな馬力まずなったことあるんでそういうなんかその裏のことみたいなあんま言わない方がいいのかなってなんかそれってなんか僕がさっき話させてもらったんですけどなんかディスり合いバトルのディスり合いって例えばボクシングの殴り合いみたいな。ででもボクシングで金的ばっか それは確かにないな。ね、だダメじゃないですか。そういう感覚に近いですね。はいはいはい、なるほどな。えー、じゃあ、裏のことは、まあ、これは言わない方がいいよなっていうことはやっぱりリミットかけてもするんですね。自分でこそうですね。なんか言ってから後から揉めるのもちょっと嫌じゃないですか。まあ確かに確かに確かに,確かに。そうですね。だから僕は言わないですよ。まあ、言う人も言う人でいいんじゃないですかね、それは。あ、まあ、そういうスタイルっていうか、はい、そういうキャラみたいな。ヒ,ヒールみたいな。まあ言った後は知らないですけど。そうですよね。はい えあれで実際にバトルでなんかいろいろあった時にガチに喧嘩とかにならないんですかあしかも楽屋とか一緒なわけじゃないですか。はい、であれバリバリめっちゃディスった後に楽屋もお互い行くわけじゃないですか。行くぜそうあれとかが気まずくないのかなみたいな。どう,<ー>どうなんですかね<再>業界の元とだから大丈夫なのかな、まあ、中にはそう気まずなって後から喧嘩する話とかも聞いたりするんですけど、えーはい、俺の場合ないっすね。本当すか俺の場合は今までに ないっすね、切れられたことはお前あれなんだみたいな。あ,あ,あ、それはないんだ。ないんすよ、結構、ほんまにギリギリのライン攻めてますけど。<laughs> え、ちなみに、はい、えっと、じゃあ、学校へ戻ったりとかしたら、話すっすか話します、ね、終わった後、話すんだ。俺、話すこと多いっすね。えー、例えば、両夫カルマさんとやった後とか、両夫さん強いっすわ、みたいな。ああ<ー>、いやいやいや、みたいな。負けへんで、みたいなそ、ね。そういう感じで。でも、やっぱこう。うんうん 名前がある人っていうのは、はい、多分もうそういうの MC バトルはこういうのって分かってると思うんですけどやっぱその予選とかあ<ー>なるとやっぱあるんじゃないですかねはいはい、はい、そのまだそのそっか経験とかもそんなない人とかだとそれこそ昔福井県行った時に5年ぐらい前なんですけど、はい、その僕も MC バトル出て、はい、で地元の人らも出てて、はい、やっぱ喧嘩なって出すもんね 目の前で殴り合いみたいなえっマジっすかうわみたいなえぐなそれもなんかこうお前これやったとろやってへんわみたいな感じの流れでバトル中にほらみたいなそういう感じだそういうこともありそうっす結構そのこれを見てる MC バトルの名前知ってる人凱旋とか戦国とか はいちゃうすかねのやっぱもっとスポーツマンシップ的なそうすねスポーツっすもんねあれはねそうっスポーツっすねそうっすよねそっかそれはでも理解の上でお互いやるっていうことだし勝つことはもちろんあるっすけどそうっすよね絶対あるっすよねでもそれを何か言ったら負けてんの言ったらダサいじゃないですかあま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 あ確かにグッとこらえてはいいろんな方面にアウトプットするのがいいかなと思うっすねなるほどえちなみにバトルに備えるために 昔からやってたエクササイズじゃないですけど、なんかあるすかあんまりないんすけど、はい、やっぱ思い返すと、よく睡眠をとったときの方がいいバトルをやってることが多いんで、結構、寝ますね、実は。寝るんだはい。前日はちょっと前日はすんで。なんか結構、そうっすね、寝ることが多いですね、はい、その大事なやつとかは。えー 結構睡眠時間長いタイプですか。俺も十二時間ですよ。十二時間。やばい基本十二時間ですか。しかも。基本十二時間寝たい。それはやばいっすね。しやばい。え、俺寝すぎたら、俺逆に疲れちゃう。マジっすか。はい。八時間ぐらいですか。いつも。まあ、そうっすね。疲れてると時、十時間とか。ああ。ぐらいっすかね。全然疲れてなくても、十二時間ぐらい寝ちゃう。んすマジっすか。やばいんっす。ええ。俺もう、そんな寝れないっす。やばいっすか。はい。え、どういうスケジュールっすか。なんか日によって、ばらばらなんですけど。 まあなんか、ひふみや雨村のラらりのお店の時は12時38分オープンなんで、はい、まあ11時ぐらいに起きるんですけど、はい、そうでねいつもでも朝マック始まると同時ぐらいに寝ることが多いですね。朝マック始まると何時だ ?5 時ですね。ああ、そういうことか。北海、え5時ぐらいかもしれないですね。5時から6時から。5 5時 あ場所によって違うと思います。やっぱ、あるそれ、ね、あの、俺、この間、北海道の、はい、あの、ちょっと話変わるんですけど、全然いいっすよ。あの、北海道の,、はい、あの人と話したときに、はい、北海道での七夕は八月七日みたいな。はい、ああ、そうですね。えほ北海道より七月七日っす。七夕はあ7月七日なんですか七夕、そうなんですよ。ああ<ー>。<laughs> そっか、確か、俺、8月ですね。 北海道8月7日じゃないですか、田中。This t h 夏休みが多分夏や夏休みが7月の後半とかなんで<あ>始まるのが、ね、で終わるのがえっと8月の後半で1ヶ月弱しかないんで多分それで田中は8月なのかな。何なんなんですかね。何なんなんですかね。なんか。 誰ですかねそう、七夕はそっか。はい。そう。なんかそういうのあるっすよね。あるっすね。でもそれなんかチートっすよね。絶対だって七夕って決まってるじゃないですか。日にち。チートっすね。北海道だけじゃ8月7日にしましょうみたいな感じですもんね。これ。なんかあるっすね。裏側があるかもしれないですね。これ。陰謀論。陰謀論をインポートしてるかもしれない。ああ、やばいっすね。インポート。ー。やばい、踏んでる踏んでる踏んでる。やばいっすね。ありがとうございます。さすがです。さすがです。そっか。 えー、いろいろあるのかな、でも中京に。え、でもちょっと、あのー、やっぱ大阪のバトルの文化とか、やっぱ他のところと違うなーと思ってます、大阪はやっぱこう、みんな陰固いっすね。しかもオリジナル。はい,はい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 。そういうイメージあるかもしれないですね。すね結構、陰が固いっすね。やっぱもちろん東京の子とかも固いんすけど、はい、なんか東京の子 はなんか僕の勝手なイメージですけど何々の何々でこうバチコン踏むみたいなでも大阪結構単語で長い単語で踏む文化みたいながただそうやって梅田サイファーが R していくみたいな作った多分流れに僕も乗ってるんですけど何々の何々みたいなで踏むのは結構苦手で大阪のコーラは結構長い単語でしかもより死因に近づくみたいな えーと、例えばですね、えー、マイクと、はい、するじゃないですか。はい、じゃあ、ライムでも踏めてるんですけど、アイクとか。お<ー>なんかもっとわかりやすく言ったら、降る雨あるじゃないですか。はい、雨をカネでも踏めるんですけど、はい、食べる雨だったらあ、あ、そういうことか。降るると食べる雨でこう 文字は一緒やけど意味が違うみたいなそれをシーンっていうんですけどそうなんだ結構シーンにこだわることがあるっすね例えば昔僕ライムで、えーはい、バトルで踏んだのが「はい、俺にはあるぜ勇気や才能がお前ラップやめてやっとけ勇気や才能か勇気や才能が勇気や才能か」みたいななんかそういうことか やってることが多いですでも北海道の誰やったっけなぁ誰かなんかめっちゃサンセットっていう方がおって、はいはい、なんかあれ番組出てたんですよ、はい、名前何でしてフリースタイルダンジョンのハイスクールダンジョンに出た時になんかすごいシーン踏みをしてて、はい、結構そのリトル君とかも見てる感じいい、はい、大阪と北海道のその に求めるもののっていうのは結構近いいかもしれな結構北海道のリトル君もいろんな人、はい、この間 UMB やってたじゃないですかはい、はい、なんか生放送してたんでちょっと見てたんですけど陰、はい、固いなってなったっすね北海道も大阪もだいぶクオリティ高いと思うですねお<ー>、うん、嬉しいっすねいや,い,やいやでも北海道確かに陰固い人多いかもしれないです,すよね、うん、東京とかと比べるとやっぱり す多いイメージがあるですね,るっすねマジっすかいや大阪からそれ、うん、そう大阪の人にそれ言われたら嬉しいっすよね大阪ってもうヒップホップマ,リマジ熱いじゃないですか大阪熱いっすねマジでもうすごいどの北海道も超熱いっすよねいやでもまだまだじゃないっすか変な話いやも,うもちろん熱い子たちもいるしもうバリアがってるっすけどまだこれからかなっていうのはあるっす<ー> これからかなっていう。まあ、俺個人的なあれなのかなちょっとわかんないですけど、もうちょっと、なんていうんですかね、全国区に知られてもいいアーティストとかもいるよなとか、あ<ー>ラッパーいるよなとか、はめっちゃもす。ダムパーソンくん。ダムパーソンくん。あ,あ、ちょっと聞いたことないですけど。はいはいはい。あ、は,はい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 。超かっこよかったっすね。マジっすか超かっこよかったっすね。じゃあ、バトルは熱いのかな、北海道。そういうことなのかもしれないですね。はいはいはい。 バトルそうっすね、まあまあでも結構いいあ,あの、ラッパーが出てきてるっていう感じでは思ってたんですけど全然俺もバトルをもっとチェックしなきゃいけないんでだから今回いろんなバトルを聞きたいなって思ってみせょくんゲストに呼ばいてもらったんですけど何でも聞いてくださいイマジすか、はい、えちなみにバトルでなんかちょこれめっ結構ギリギリな質問なんですけど、はい、あれって書いてないんですか本当に書書いいいててないんですか書いては… ないっすね、はい、ただこうずっとやってると相手が例えばこう来たらこう返すみたいな、うん、おー例えば相手がナルトの話してくるとするじゃないですか、はいはい、お前に食らわすらせんがみたいなじゃあもうその頭のネットワークが広がってはい、はい、ナルトで昔踏んだ言ったことあるそうがうこッてとかドラゴンボレータードラゴンボールにワンピースターワンピースにみたいな,なるほどでそこをこう なるほど。感じのスタイルですね、俺は。もちろん即興でもできるんですけど。はい,はいはいはい。そういうことか。じゃあ今までもう踏んできたものも、はい、そういう経験値とかもあるから、だからある意味お、こういうのは昔もやったことあるなっていうのもあったら、パッと育てていきた時もであるみたいなことですよね。ねそういうことか。なるほどなるほど。なんで何でも対応できるんすね、はあ。ああ、すげえな。はい、マジか。やっぱバトルすごいよな。結構頭の使い方がなんか、はい 変わっってくるっすね、えー、目に見えたものが全部インフみたくなるんすよ、ね。マジっすか職業病っすね。そうなんそう。コフェン、ベースオントップって書いてるんですけど、はいはい、レートン教授とか、お<ー>セントンボックみたいな。やばっ早くないっすか <laughs> 早すぎる。<laughs> すぎるこれはなんか即興で踏んでるんじゃなくて、はい、ベースオントップを AOO に。 あ、レイトン教授あ、レイトン教授で昔千本の奥踏んだことあるなみたいなあーそういうことか分かるそういうですかそうそうって繋げていくなそうなんですおもろいなーな,なるほどね結構これはどうやったら陰踏めますかみたいな質問が多いんですけど結構陰に人生注がないと無理かもしれないですね <laughs> 常に陰を踏むっていう <laughs> <か>結構今でこそ 当たり前に何でも踏めるっすけどうん、うん、高校生ぐらいの時は結構痛かったっすね、はい、頭が<ー>ねえもともといつぐらいからラップ始めたんですかでも始めたのは高校卒業してから社会人1年目になるんですけど人と同時に始めるんですけどラップ自体はそうです、ね、高校生ぐらいからなんか知ってましたねはいはい、はい、それは何が、あのー、きっかけで なんか地元の先輩がラップバトル好きやってよく一緒に見てる時があってなんかそれでラップバトル面白いなみたいなで学校の休憩の時間とかふざけて「イェイエイいイイイ」みたいな時もあってでもなんかやろうとは思ってなかったんですけどなんかたまたま社会人になって連絡した友達に「遊ぼうや」言うたら「今からフリースタイルしに行く」みたいな「うまやし行くか」みたいなそんなノリで。 始まりまりしたねキャリアはえでも珍しくないですかなんか俺のイメージですけど、はい、結構ラッパーのみんなもうフリースタイルとか例えばリトルくんとかはマジで多分もう中2ぐらいからサイファーやってるみたいならしいっすねっていう話聞くんで。 でも18超えて18超えてです、ね、多分そんな今よりラップがブームじゃなかったちょうどブームになり始めみたいなぐらいのタイミングですねなんで今がこうずっと長いフリースタイルブームが続いてるとしたら、うんはい、本当にフリースタイルブーム始まりだしぐらいの時に入ってるんでそ,うう、はい、それが多分 そそううっっすね、うん、そのタイミングやったんかなって思うすなあんまりラッパーとかも少なかったんですよね当時はああそうなんだ大阪は大阪でも若い子になる今ならもう追いつかないですけど誰が誰か分かんないですけど当時はなんかフリースタイルバトル出てる子っていうのは全員会ったことあったり一緒にラップしたことあったり、えー、結構ギュッてしてたんですけどそうなんだ今はもう分かんないです、ね。<laughs> やっぱいっぱいいるっすかいっぱいおるっすよ、ほんまに。やばいですね。全然わかんないっすね、若いコーラとかは。なるほどな。でも今、全体的にそうっすよね。ラップ来てるっすね。来てるっすね。もっと盛り上がってもいいのかなと思うですね。そうっすね。これからじゃないですかね。もっと来ると思うんすよね。さらに来ると思うですよ。あ、思いますよ。絶対思いますい。俺来ないと思うんすよね。え、マジっすか ななんでラップがなんか個人的な意見なんですけど、はい、その例えば今度1,000万の大会あるじゃないですかあああれですよねバトルサミットでしたっけバトルサミットです、はい、それにまあ僕自身呼ばれてないんですけど、はい、ほんまに出たかったかって言われるとそうでもないんですよなんでですかうんなんでかって言われるとちょっとむずいんですけど、はい、もうなんかその例えば誰々が優勝したみたいな、はい 悔しい気持ちになれないんですよね。ああっていうのはうーんんかね言葉にするのむずいんですけど、はい、なんか呼ばれたら出るんですけどもちろん、はい、絶対このタイトルを取りたいとか、うん、絶対ここのステージで活躍したいっていうのがもう MC バトルじゃないんですよねそうなんだ悲しい話。へへ<ー> <laughs> えなんでなんですかそれはうん燃え尽きたみたいな例えばなんていうんですかね<ー>なんかこうずっとこうフリースタイルダンジョンとかも出てうん、うん、ここ45年ぐらいずっとバトルに出てるんですけどはいずっと出てるんですけどなんかもう MC バトルに対してなんか例えばそのなんていうんですかねその甲子園で野球の甲子園で。はいはいはい まあもちろん野球してる子学生たちはそこを目指すじゃないですか。はい、なんかこれもうなんか恥ずかしいというかダサいかもしれないですけど本当にあもうちょっと無理やなみたいな。ほ<う>なんかなんていうんですかねでもなんか結構この気持ち分かってくれるフリースタイルバトラーは多いと思うんですけど。はい、なんか 悔しいなんかかんともうちょとステージに立つとアドレナリンが出るんでし、はい、ったんでみたいな感じになるっすけど、うん、絶対優勝してあるぞみたいな気持ちにはなかなかなれなくてへ、えー、な,な,な,なんでって言われたらなんでなんのかなと思うんですけどその今あのフリースタイルの流れとかそういうのに関係してるってことですかうーんまあやることはやなんかできたんかなみたいな,なんか次のそのあ<ー>まあ フリーサイルバトルもちろん超好きなんですけど、はい、やっぱこうフリーサイルバトル出てるんですけどやっぱラッパーって中に見たときになんかこれをなんかぶっちゃけた話す,するとフリーサイルバトルで有名なやつがゼップワンマンツアーやってるかって言われたらやってないじゃないですか、うん、こ,うこの間多分ウィリー・ウォンカのライブ行かせてもらいました行った時にめっちゃかっこよかったんですよかっ,こっ,たっすね、はい、うわーみたいな高かっけーってなったんですよ ゼップはバトルで立ったことあるんですけど、はい、やっぱ心の底から言葉にできない感情っていうのがウィリー・ウォンカのライブで見れてはい、はい、で仮にその MC バトルで、うん、優勝してる人間がそこに立ってるのかっていうとそうでもなかったりするんですよあ。そっかじゃあなんかその同じラップなんですけど、はい、フリースタイルバトルとこの自分のアルバムをリリースしてワンマンしてるラッパー、うん。 どっっちがか,っこいいかというともううも完全そうなってしまうんですようんウィリー・ウォンカーとか,ーなか難しいとこなんですけど、はい、なんか例えば MC バトルで UMB 優勝して、はい、もうめっちゃやばい契約ができるみたいなはい、はい、めっちゃやばい曲でる近年も MC バトルが多くなってもう賞金でしかない。 というか,なんか MC バトル優勝することによって次のステップいけるかってなったら MC バトルに出てる人の方が多分知名度的には多分あるかもしれないんですけどそういう部分では何て言うんですかねああでもちょっとあっちょっと言ってることは分かるかしな,んで,すううでなん,んですかそこはてか俺の中で日本のこのフリースタイルバトル MC バトルっていう文化がすげえ独特だなと思ってて で、やっぱアメリカとかあんまないんすよ。あ,<ー>あるかもしれないんですけど、あんまり聞かないというか、で、やっぱ完全に音源のアーティストの人たちはみんな知ってるけど、はい、バトルのイベントも多分あるとは思うんだけど、そんなにメジャーじゃなくて日本ほど。で、ヘッズとかもフリースタイルバトルから入る人が多くて、とか、はい、そこからラップみたいな人が多いと思うんですけど、なんかそういう文化が多分日本独特なんですよ。俺の予想ではんなんか すごいっすね。うん、で、その、まあ、フリースタイルバトル出るとフォロワーが増えるじゃないですか。と、うん、そのフォロワーが全部の俺の活動をチェックしてるかてと、全然、まあ、悲しい話、そんなことなかったりして、うん、だ結構むずいんすよね、フリースタイル、この、結構みんな抱えてる悩みやと思う、ね。そうなんですね。出てる人。え、じゃあ、それも含めると、音源とかも、ちょくちょく出してるじゃないですか。そうっすね、今結構出してるんですけどやっぱ、うん こんなこと言ってるやつの、まあ、自信はあるんですけど、はい、でもやっぱこういろんなアーティストと比べるもんじゃないと思うんですけどもっともっとこう制作していかないといけないなって思ってるんですけど最近はあの東京のルイファ君ってわかるんですかねルイファ君ルイファ君,ルイファ君と曲も作らさせてもらったりとか、えー、まだ出てないんですけど、はい、なんか楽しいっすね、えー、制作。だかからもっとそのなんか もっと何て言うんですかね <laughs> なんか結構自信はあるんすよなんかいろいろアクションしていくやつにうん、うん、なんでどういう風に立ち回っていくべきなのかはい、はい、でもここで MC バト出ないみたいになるとすごい寂しいやつになるんで、うん、MC バトは出るんすけど、はい、なんか呼ばれたらもちろん出るんすけど、はい、なんか。 すごい仕事みたいになっちゃうんですよ。ああそういうふうになっちゃったんだ。なるほど。心の底から昔はエントリー2000円払って絶対優勝したんぞみたいな。ははははい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 、はい、絶対うわーくじ引きうわ1回戦目うわーみたいな2二回戦勝ってもうわーみたいなでも絶対やったんだみたいなこう、はい、言葉にできない感情みたいなのが生まれてたんですけど、はい、今やっぱこう出演費ももらえて、はい、えー 交通費も宿泊費ももらえて、うんはい、当日の CD とか物販も売れてバトルに出るとイエーイみたいなんかそれに慣れちゃったみたいな今はそういう感情になってしまってて、はい、あんまよくないことなのかなみたいな<ー>多分バトル離れる人って多いじゃないですか多いっすね確かに確かに多分それってその理由やと思うんですよねそれは何なんですかなん 多分まあそうバトルラッパーじゃないから分かんない部分なのかもしれないですけど同じルーティーンだなって感じちゃうってことですか多分そうやと思うんですね、はい、で<な>楽しかったものがそう楽しそんなに楽しめないものになってきているというかうい楽しめないというかこう作業みたいになっちゃうんですかね<ー>呼ばれて出てはい、はい、みたいなそこで何かこう一つあればみんなのやる気とかも変わると思うんですよねうん、うん 例えばこれに優勝すると、はいうん、CM のタイアップが決まるみたいな。そうですね。確かに確かに。結局その MC バトル出てる、そこれは呂布カルマさんの YouTube でも言ってたんですけど、呂布、はいうん、カルマさんでも MC バトルだけじゃ食っていけないって言ってるんですよ。ああ、そうなんだ。てことはじゃないですか。まあ、てことはですよね。一番多分ううとか MC バトル優勝してんの誰強いの誰ってなると。 みんなたぶん現役で、リュフカルマさん、確思うんですけど、そのリュフカルマさんでさえ MC バトルだけじゃ生活はできないって言ってるので、まあそっか。なんか、なるほど、そういうことだ。海外のラッパーとかって、曲を出して売れてフレックスして、車乗って、みそんなイメージがあるね。ラッパーってなんかそんなイメージなんですけど、MC バトルじゃマジそれできないんです。なるほど。 <laughs> でもなんか不思議じゃないですかこんなに MG バトルっていう文化が一般の人にこんなに浸透してるのにもかかわらずそういうふうになってないってなんなんですかね業界の作り方なんですかねなんかちょっと分かんないけど出てる僕のわがままを言うと、はい、優勝賞金100万円より1回買ったら5万円の方がいいバトル生まれるんですよ<ー><回>そういうことか1回1回の結構多分、はい、僕はなんですけど もう優勝将棋とか結構諦めてるんですよ<ー>、ねああ。その理由もあるんですけど、はい、なんかこう、例えば1回戦目で、僕がこの間、スポットライト、関東編2022年で、クラブチッタっていう、川崎ですね、出会ったとに、結構もう本気で勝ちにいったんですよ、スポットライトは結構その気持ちになって、ずっと優勝したんみたいな、なったんですけど、なんか客がこう結構ミステリーを勝たしちゃいけないみたいな。 へえなんでなんか見てもらったら分かるんですけど、はい。なんかこう、あるま一回戦負けもったいないな、みたいなミステリーもったっけど、あま,あま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 あ,まあ、まあ、ちゃうんと、はい,はいはいはい。ボクシングとかちと違って、はいはいはい。テクニカルノックアウト、ノックアウトがないんですよ。ああ、確かにないっすね。なんで、結局人気判定みたいにな。そっか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 、確かに。確かにみ、見てたら思うんですけど、ミステリー君バリ盛り上げるけど、の割には、なんか <laughs>、勝ちづらい。<laughs> めっちゃ。 なんでみたいなそ,そうなんうあるっすよね確かになんかこのトーナメント形式は自分は向いてないなってなってたまになんか買わせることとかもあるんですけど、うん、トータル見たときに結構それが辛いというか乙うーん乙絶対買ってたくないこれみたいな確かに確かに <laughs> なし…いやなんか それこそ、多分このバトルのラッパーの中でも、ミスエイ君を呼んだってことにすごい意味、俺の中ですごい意味合ってるんですよ。その理由が、その、バトル自体がコンテンツになってる気がするんですよね。言ったことわかります例えば、あの、ミスエイ君の試合とか、めっちゃ再生数待ってるやついっぱいあるじゃないですか。はい、MY 君とか、えーと、シンペイタさん、ロフカメラさん、カルマさんとか。むっちゃ再生数いってるし、なん,のなんていうんですかね。俺、 めっちゃ MC バトル見てるわけじゃないのに、ミスリー君の名前分わかってたんですよ。お,おあわかるみたいな。だから、そうだからミスリー君自体がその、バトルをこうコンテンツにできてる、結構少ないバトルラッパーの一人なのかなっていうふうには思ったんですよ。ヨフカールマークさんとかみんな知ってるじゃないですか。でもそれめっちゃ優勝とかもしてるし、まあ、テレビとかも出てる,かしてるし、それもあると思うんですけど、その一個のバトル自体がコンテンツになるっていうのが、ミステリー君のなんかすごい強みなのかなみたいな感じはろう思ってて、で、それに対する、 正当な評価じゃないですけどさっき組めないって言ったんですけどそれがねなんかねむずいっすよねむずいっすよね例えばなんかこんな話していいのか分かんないですけど、うん、MC バトルが僕が、まあ、勝ち負けかわらず100万再生されるとするがその100万再生と、はいえー、サブスクで自分の楽曲が、はいえー、100再生しかされない、はい、じゃあどっちの方が稼げるかってなると100再生の方なんです あ、そうなんだ。その YouTube の100万再生と、そっか自分の、えー、100再生だけらと。はい、むずいっすよね。でも多分それぐらい多分お金かかってるんですよ。大会所を催するの大会主義にね。そういうことか。会場を借りたいとか。なる,な,るなるほど、なるほど。MC のいろいろ。はい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 、そっか。いやー、まあむずい、でもそれこそあれっすよね。今コンテンツやってるっすもんね。ハードライム。一二三屋さんで。 それ、TikTok 流れてきたっすよ。ありがとうございます。ハードライブ。いや、めっちゃ、<laughs> そういうのもやっぱ意識してるところなんですかどういう、誰がこう、声、まあ声かけてるじゃないですけど、誰がこう、イニシエイティブを取ってこう。ハードライブを生み出したのは、はい、ウィディ・ウォンカなんです。えー、そうなんですかそうなんです。あ、そうなんだ。そうなんすはウィディ・ウォンカがヒフミヤで働いてるときに、はい、なんか急に誰かが、えー、たか、何々で踏んで、みたいな、はいえー、何々、えー、何々、ハードライブ。 言ったのがきっかけでハードライムって生まれてるんですよそうなんだ。それをこう、結構前なんですけど、はい、時を経て、TikTok で盛り上げようっていうことをやってるっすねはいはい、はい。TikTok めっちゃ回ってるっすよね。結構。っすね。でもやっぱこう、ずっとハードライムしてても、はい。やっぱこうなってくるんで、今はあ、ちょっとスイッチアップしたりとか、どう攻めていったらいいのかなみたいな、はい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 。考えてるっすね。ハードライム。 そうですね。そうですね。ちょっとこうハードネームだけじゃ物足りないのかなみたいな。あ<ー>でいろんなひふみやの服紹介とか。はいはい。やってるんですけど。むずいっすね。むずいっすよね。ね結構こう。むずいっすね。編集とかも全部僕やってるんですけど。あ、そうなんだ。そうなんですよ。マジっすか。まあ字幕、簡単な字幕つけたりとか。はいはいはい。簡単な画像を。やったりとかなんですけど。ええー。そうなんだ。編集もやってるんです。編集もやってるんですよ。一応。 毎日投稿してるんですけど、はい、まあちょっと忙しい日とかはちょっと休んだりとか、基本毎日やってるっすね。そうっすよね。俺も TikTok は昨日乗せてないけどね。毎日ちょっと俺も載せるようにしてるっすけど。すごいむずいっすよね。むずい TikTok。むずい, <laughs> むずいっすよね。むずいっす。むずいっす。なんかやっぱ、常に更新しないといけない。確かに。<laughs> キープアップじゃ効きないから、すごい大変っすね。たまに。ね、調子悪い時とか無理じゃないですか。もう無理っすね。忙しい時とかになるとうなもう無理じゃないですか。 それが、それがなんか次の数字にアフェクトしたりとかなっちゃうから、結構きついっすけど、頑張らないとなて頑張らないといけないですね。で、ハードライムとか、結構もう、いつから TikTok 投稿してるんですかこれはですね、僕が今編集してるんですけど、はい、その前の子が去年ぐらいからやり始めてるんですよえど、ー、なんすけど、その子が、 もうできないってなっちゃって僕は今年の1月からやってるっすね<ー>なんで8か月9か月間ぐらいずっとやるんです、ね、ああああそういうことか結構編集時間かかるっすかそんなことないものによるっすね動画の尺とかにも1分とか声出すと結構230分かかっちゃうっすねそうっすよねそうっすよねそっかいやーでもまあなんとかねでもこういうねコンテンツとかでもっとこう、はい、なんですかねライミングとかフリースタイルバトルが のラッパーの人たちが、なんていうんですかね、この、実際の仕事、やってることとか、才能とか知名度に値するような、このバックがあったらね、熱いなと思うんですけどね、まあ、でもこういうコンテンツ作って、そういうふうになってたら一番いい,い,い,か,もいかもしれないですね。かもしれないですね。これからもなんか、ちょっとやってみますハードドライブ、ハードドライブ、まじすぐできるんですかできるっす。として余裕で。まじっすか、はい どうしよかなやっていいすかじゃあ、あいつもこれって、やっぱ携帯向けるのが伝統なんですかまず、え、なんかノリっすよ、ノリか。どのタイミングでもいいすかはい。じゃあ、これで踏んでって言えばいいんですかすいません、ハードライブ何々みたいな。ハードライブ何々。じゃあ、え、何でもいけるっすか何でもいけるっす。ちょっと今、取ります、じゃあ。はい。 すいませんはいゴールデンラッシュハードライムゴールデンラッシュゴールデンラッシュ毎週月曜少年ジャンプハードライムおごめんなさい<ー> <laughs> ごめんなさい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 ごめんたさいごめんなさいごめんなさいためんなさいなんか ハードライブハードライブそれジャンプやべえこれ結構いつもやってるんですかこれはでも遊びの一環ですね遊びの一環だ居酒屋とか夜行くとメニュー表にいいお題があるんで踏み合いとかそういうことなるほどね結構ベーシックな遊び方ですねそっかそれが結構 MC バトルで使えるんですいやでも絶対そうっすよねそうなんですよそういうことか なるほど結構面白いっす、ね、じゃあもうそっか日々の毎日の遊びがこういう風なバトルにもつながったりとかしてる感じなんですねそうそうそかそっかやばそのなんか生き方っていうかそ面白そうです、ね、白っすねしいでィ、結<構>え結構みんなやっぱフリースタイルのバトラーとかと一緒にいるのが多いっすかそうっすね,そうっすね結構 MC バトル出てる人らと遊ぶことが多いっすね、はい、え,ー、えちなみにどういうところに行って遊ぶんですか 最近はよくインマンの家行って大乱とスマッシュブラザーズインマンばり強いんですよあ強いんださっきライン入っててキングクルールが魔境に入ったんですよ魔境魔境っていうなんかオンライン対戦でこったらポイントが上がるみたいなだいたい VIP に行くとランク制があるんですよそのポイントの VIP に行くとうまいねって言われて VIP からもう一踏ん張り頑張ると魔境に行けるんですよ その魔境に入ってます。やばいっす。ガチじゃん。ガチです。やば。そう、ちなみに、何使うんですか、キャラ。僕ででで大王っす。ででで大王。でででって、あのカービィの敵キャラみたいな。ああ、はわかります、わかります。彼だ。ハンマー持って。るハンマー持って。るあのハンマー持って。る重量級だ。 なるほど。大丈夫です。持ってないです。俺も持ってないっす。ヒンマンチとかでしかやらないっすけど。大ろいっす。おもろいっすよね。めっちゃ面白い。友達ら面白いです。めっちゃ好き。またやりましょうやりたいっす。ねやりたいっす。そっか。ちなみにそれ以外なんかあめたとかするんですか俺趣味全くないです。よ全くない。やばいぐらいないんですよ。えー。マジっすかえっちえ暇な時間何するんですか暇な時間。 んーまあ暇な時間ネットフォリックス見たりとかはい、はい、なんかそんな感じですよそういう感じだほんまになんか時間のスケジュール作るのが超苦手で、はい、あ明日いいてるな仕事入れよういたいな。あーそいいう感じなんだそういは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 いい さっき11時ぐらいに起きてみたいな。あれ5時,に ?5 時に寝て、昼過ぎに起きて、うん、まあ仕事、地元で仕事、知り合いのところで働いてるんですけど、うん、そこ働いて、帰ってきて、ご飯食べて、うん、大乱しに行って <laughs>、朝帰ってきて、うん、寝てみたいな。そういう感じです、ね。そういう感じです、えー。え、じゃあ、あのー、全然あれっすか 作曲とか作曲っていうかその曲書いてとかはあんまり入れたりませ<ー>スタジオで書くことが多いですね。あそういうことか、もうスタジオタイム作っちゃって、はいはい、あー明日空,空いてるからスタジオ入ろうとか、そういう感じ。そういうか、なんかこう、うーん、なんか、結構東京でレコーディングすることが最近多くて、あそうなんだ。そうなんで東京行った時に、なんか、ほんましりながら作ってみたいな。とか、まあ、ビートが送られてきて、はい、あ、それで曲書く っていうよりかはなんかなんていうんですかねずっとフレーズはこうパってこうひらめくときとかあるじゃないですかそれをこうメモ,メモってメモってメモってあ気づいたちょっと修正した曲できてるみたいなあそういうことか多分書能力に関しては 多分遅い方なのかなって思うんですけすごい人やったら毎日一曲は書いてみたいな,人ないすかとかいい人いいしねそれはちょっとできないです、ね、<ー>やらないといけないですよねいやいや分かんないですけどねどうなんですかみんなどうしてるのさ <laughs> そ,そ,その辺とか気になるっすよね <laughs> えでも多分いやどうなんだろうなでも音源ラッパーとか俺もこの今までポッドキャストやってる人たちはでも結構なんか まあでも、気分で書く人も多いみたいですけどね。<ー>でも、毎日スタジオ入る人もいるっすね。自分の地元の友達とか音源ずっと作ってるんですけど、毎日スタジオ絶対入るって言ってるし、でその1日1曲は作れないかもしれなくても、スタジオは一応毎日入って家にあるから、入って書いてるし。やばいっすね。それぐらいせんとあかんっすね。そのいやバトル以外でちょっとあちょっと、今日からそうします。おぉ<ー>そうそう、絶対しない。絶対しない。絶対しない。<laughs> でも結構なんか曲はたまってるっすね。っ本当ですか、はい、え、それはリリースするとかあんまないんですかこれからのタイミングでこの時に見せしたいなーとかあー。なんか常にこうなんていうんですかねトランプでなんていうんですかね常にこう。やっぱこう。例えば明日リリースします。それ以降の曲ないです。はい。何てあうんですか今、そうーすね EP1 枚分ぐらいは、はい。取り終わって <で>おうおほほあ全部終わってるんだはいはいなんかいい感じっすねでもいい感じだなんかこのここからだんだんペースがはいはいはい上がっていったらいいかなと思うんですけどそうっすねはいえじゃあそれはまあリリースする予定とか特にまあまないけどまあもう全然 E.P. はもうリリースできるよみたいな状態ってことですよね E.P. でもなんか今 いつその期限がいつまでか分かんないですけど、はい、月に1回は何かしらアクション起こしたいなみたいな。で8月、まあ、今月は、まあ、フューチャーリングとかもたまたま重なって3曲リリースしたんですよ。<う>で9月は MV 出して10月も<お>、えー、出して11月も出して12月も出して1月以降はどうなるか分かんないですけど、はい、1>, 1月以降も全然リリースできる楽曲は今あるんで。えー、好きな 今そっちの方向結構なんかバトルってなんかほんまなんかノリでできちゃうんですよね <laughs> あだからもう,そもうだからもう慣れちゃってるからめっちゃ気張って準備しなくてもバッっていったらバッってできちゃうみたいなことしてリリースするってなったらビートカラ、ねはい、ー曲書いてレンしてミックチャーマスタリングして、はい、MV 撮ってみたいなこうすぐパッてできるわけじゃないですか確かに確かにんか フリーサイバトルってなんかでもなんかそれでいいのかなって僕は思うっすね遊びみたいなフリーサイバトル自体が、ね、自体がもう遊びの、うん、遊びがすごいエンターテインメントでこう大きくなってるんですけど、うん、結局多分それでいいのかなと思うっすねもちろん本気でやるっすけど出るとか、うん、なんかほんまに遊びって感じっすね MC バトルうんそういう感じなんですね 楽曲も多分遊びみたいな感じじゃないですけどまあ、まあ、延長線上みたいな,ところな延長戦、なんか基本ラップって遊びっすよね。まあそうっすよねどう。どうなんすかね。いやでもそうじゃないですか言葉遊びだしみたいな。変な話クリエイティブなものだってなんか究極的な遊びだと思ってるです。俺は。確かに。音楽も映像も写真もわかんないですけど絵描くとかも究極な遊びじゃないですか。確かに。だから遊びなんじゃないですか。遊び心っすね。そうですね。 すすごい重要ですよね楽しくないといいものできないから、ね。間違いななるほどないやちなみになんですけど、はい、なんかちょっと変わっちゃうんですけど、はい、なんかダイエットしてるって話<あ>聞いたんですけど、それはどういう感じ今、ダイエットしてるんですか、マジで。ダイエットしてる理由がありまして、はいはい、まず、インフミヤ区兵衛の左、ヒーフミヤの左に、はい、ミセリオ君、あとはお腹をへっこましたら売れるねっていう そうなんだって言われててでもそ聞いてなくて暴飲暴食してたんですよでもあらゆる方面からこの間ニート東京出た時とかも店よく太ったねみたいなはいはいはい太ってるんや俺みたいなあでもそこでも全然夜中にフローズンマンゴーとか食べてたんですフローズンマンゴーほんまに痩せなあかんなっていうタイミングがあってこの間東京行った時にアクロさんのライブを見に行ったんすよでちょっと 縁があってあの、はい、バックステージに飲むことができていろいろ喋ってて「ミステリオくん太ったね」って言われて「ああはい」みたいななんか別に太るのはいいんだけど、はい、太ったらずっと太らないといけないよみたいな僕が知ってるミステリオくんは痩せてる僕もともともっと痩せてたんですけどそ,そうそう,そう<ー>もうイメージと違うみたいな体型が<ー>あ想像してみて,て,て、はい、こういるじゃん、はい、こうが太ったらどう思うみたいな はい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 タクロさんに会ってちょっと痩せねってなっても俺もそういうことだよみたいな痩せますってなって今もう一日基本一食とかにしてるえそうなんすかそうなんですえどう昼夜朝夜す夜しか食わないんだはいでもそれが合ってるのかどうかわかんないですけどいやわかんないですけどね今いい感じなんですかでも今いい感じで結構久しぶりに会った人とかは痩せたっすねみたいなとかたまに夜走ったりはい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  そうなんですね。え、食べ物自体は特に近接、一日に一回好きなもの食うみたいな。好きなもの食うみたいな。でも今日は多分、2食食います。あ二2食食うじゃい、今日は。今日はちょっと2食食う日だ。そういうときもあるしね。そういうときもあるしね。そっかうっかもっか。そういうえでもっかダイエットなとでもいつしらいまいにと回落あるしたそいうとかあるすね。もうないですね。とりあえず今は元気をつけなんかこう、夜寝るときお腹すくじゃないですか。はい、わかるですょか。うわーみたいな。 なんか食べたいなみたいなことをってないじゃないですか。そろそ最近ちょっと心地よくなってきて持って、痩せてるみたいな、寝れるみたいな、そんな感じ。えそうなんだ。やば楽しいですね。これからどん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 やっていき感じで。そうなんだ。えちなみになんかあれですか、あの好きな食べ物とかあるですかその流れで言うと。基本好きですね。チーズ好きっすね。チーズ。うわ俺もチーズ好きっす。チーズやばいっす。チーズやばいっす。なんでピザとかマジやばいっす。やばいチー やばいっす。クワトロだ。クワトロだ。チーズ飲みなやつですね。えー、はい、あ。俺、めっちゃチーズ好きで、ピザはめっちゃ好きなんですけど、あれなんですよ。あの、乳製品食べるとお腹痛くなっちゃうやつわかりますなんか、そういう体質の人いるんですよ。はい、乳製品をうまくプロセスできないっていうか。俺、多分それなんですよね。<わ>だから、ピザ食いすぎた後とか、マジで、めっちゃ汚いはっちゃうですけど、めっちゃうんこ近いし、めっちゃお腹痛くなっちゃうんですよ。何回もうんこいかなきゃいけないって。そう,う,そ,うそうそうそう。 なんすけどめっちゃ好きなんですよ。<laughs> なんすけどめっちゃ好きなんですよ。<laughs> だから <あっ S 2> でもチーズ好きなんでちょっとそこがね悲しいところであるんですけど。悲しいですね。悲しいなんす。悲しいんすよ。マジで。チーズブルーチーズか食うっすか。ブルーチーズ…そこまではちょっとチーズミーハなんで俺も。チーズミーハ本当っすか。チーズミーハ,ーーミーハーなんであのー。はい 結構とろけるチーズとろけるチーズが勝一番うまいっすよね。<laughs> 勝一トロケルーチーズはちょっとまだ手出せてないっす、ね。まだ食ったことないっすか。かあんまりどっかであると思うんですけど、はい、多分思い出にないぐらい多分好きじゃなかったの、ね。ああ、そういうことか。でも、なんかクラッカーとかに結構シンプルなものですけど、意外にうまかったりするんですよいいっすね。はい,い,い、ね。いろいろチーズちょっと。でも、クワトロもいろんなチーズのいですか、あちょっといろいろチーズ。 試しチーズやばいっすね。チーズ, <laughs> チーズくださいみたいな。おすのチーズをえてほしいっすね。なんかねそうっすね。どうなんだろうだ結構、あのでもピザ用チーズで結構はい、はい、満足してる。満足したいっすね。えー、基本あの、片揚げポテトとかカルビよりもピザポテトで。はい、おあ,あのー、<laughs> あの、袋だ。ピザもそっち行ってるっすね。しかも、<laughs> チーズ味だから。 そうだそうだたまに2倍とかあるんさ。れ期間限定で、カルビのあるかもしれない。いきないきないで。いきな計らないで。そっか。あの時は思わず、手伸ばしちゃいますね。で、あれじゃないですかチーズよりピザが好きなんじゃないこうなると。間違いないない間違いないです。多分んピザスでピザスでピザより。結構何でもトッピングピチーズ入れます。あ、マジっすかカレーとかにも。カレーもチーズ入れるんだ。カレーも入れます。はいはいはいとか、たこ焼きとかもチーズします。たこ焼きチーズそんなあるんですか 食食っったたことないいすかえ食ってみたいっすあ,あそういうチーズのことかもしれないし個人的なこともいろいろしてたんですけど <laughs> <laughs> なんかリリースされたばっかりの曲とかリリースされた曲とか,かそうなんですよ8月8日に「ほれたあの子はジャンキー」っていう曲を、はい、あさっきちょっと聞かせていただきました、はい、リリースして、はい、あのー、好きな子がおって告白したんですよ、はいはい、ほんならなんか私のすべて知らないやんかみたいな、はい、なって何か聞いたら、はい、ドラッグが好きって言われて ちょっと俺無理まあまあ,、まあ、まあ無理というかこうなんかそれでまあ付き合うことはなかったんですけど<ー>すごいわーみたいなすごいキラキラした子やったんですすごい可愛くて愛想、はい、も良くて、はい、すごい好きだったんですけど、はい、うわーみたいなうわーみたいな <laughs> え結構ハードドラッグも行っちゃう感じなんか詳しくは聞いてなかったんですけど、はい、まあ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 ,まあ,まあなんかみん 曲を聴いて終わったら分かるんですけどなんかうわーみたいなうわーみたいなそういう経験を経て曲にしましたマジ好きな子だったんだしかもそうなんだ胸が苦しくなるぐらい思ったんですけどなぜか面白い曲に昇華できたんででもちょっと聞いてたんですけど結構面白い感じの結構いいですよねめっちゃよかったしミステリオくんぽさも結構あってすごい面白いいい感じの曲になっててライトな はい、うん、MV も9月2週目半ばぐらいに出る予定なんで。マジっすかやばいっすね。じゃあちょっとそれもね、楽しみ。もうこれ本編に出てる時はもう出てるかな。出てるっすかね出てると思いますね。なんでね、ぜひぜひ皆さん概要欄の方に貼っておくので、ミュージックビデオ、音源、その他ね、そスくんの SNS もチェックしてもらって、ね、って MC バトルも頑張ります。MC バトルも、いろいろあるんですけど、はい、頑張ってほしいと思います。すけどこう何かのきっかけで。うん 今回のバトルサミットで、はい、ジブラさんがもし優勝したら、はい、やばいなってなるっすね。ほい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 、はいうわちょっと楽しみっすね。ちょっと僕も、あの、なんかこう、現状ちょっと納得いってない部分を不満な感じに言ってしまった部分も思い返しあるんで、うん、やっぱそういうのじゃなくて、やっぱ本気でやばいミステリオ MC バトル輝いていこうかなと思います。おぉ、マジっすか。はい行きましょう。いきましょう。ちょっと楽しみっすね。これからちょっと、ミステリオ君の活躍もぜひぜひね。 チェックしていただいて応援していただきたいなと思いますのでまたねこれからあの活躍に期待してまた次回のエピソードでお会いしましょうということでペースなんとゴールデンラッシュポッドキャストスポンサークラブ始めますあのこれゴールデンラッシュポッドキャストなんですけど編集とか手伝ってくれてる方もいるんですけど、まあ、基本的に2人体制でやっててなかなかね自分たちベースが札幌なのでの撮影のために東京に来たりだとか、まあ、スタジオ借りたりだとかコストの方が高いわけですよこれは。 やっぱりそのプロダクションとかもこだわってますし、まあ、ライティングだったり、マイクだったり、カメラだったり、機材もこだわってますし、やっぱりいいクオリティのの、ね、コンテンツを皆さんにお届けしたいということで、まあ、そこまでこだわってやってるんですけども、もちろん収益化しているわけではあるんですよ、なんですけど、やっぱりその全部をカバーできるレベルではないと、まあ、そういうことで今回ね、あのサポートしてくれるお気持ちでね、ゴールデンラッシュポッドキャストにこれぐらい毎月サポートするよっていうようなね、スポンサーっていう形で、クラブをね、作りたいなと思って。 でこれがまあスポンサークラブというものなんですけども、まあ、下のリンクの方から飛んでもらえたら、ね、もっともっとね、あの詳しく詳細、どういう風になってるかっていうのは知れると思うんですけど、このスポンサークラブに入っていただいた方は、会員制のみの Discord を使ったコミュニティで入って、まあ、そこでね、他のコミュニティメンバーともシェアできたりとか、あとはビハインドシーンと言ってね、あのこの撮影の現場の裏側だったりとか、まあ、自分たちが東京に来てて、いろんなところ回ったりとか、いろんな人と会ったりしてるんですけど、まあ、そういう状況を、ね、お届けできたらなと。 あとは写真だったりとか、あとはね、あの先行配信、あとは限定配信、あとはあの撮影のね、オーディエンスとして来てもらうとか、あとはまあこの一緒に番組を作っていくっていう上で、質問を応募したりだとか、いろいろね、あのリターンがあるわけですよ。で、まあ、そのプ,プランによってね、いろんなリターンがあると思うので、まあ、自分が出せる範囲、自分がサポートできる範囲で、えー、こういうぐらいだったら、これぐらいサポートしてもいいなとか、まあ、オフ会とかもね、いろいろ考えてるんで、まあ、みんなとね、あのー、実際に会って話せる場所、 あとは、このコンテンツを作れる場所。まあ、こういうものをね、あのこのクラブをあ通して作っていきたいなと思いますので、ね、ぜひぜひサポートしていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ下の勝敗のリンクから飛んでいただいてね、あのぜひぜひスポンサーになることをご考慮していただけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、まあ、今回のエピソード終わりたいと思います。では、また、Peace!